です。今日は、古い戸建てをね、買って、それを貸して不動産賃貸収入を得るっていうね、ボイシーで加藤さんとかね、勧めてる、私もそういうの好きなんですけども、東京とか神奈川ですとね、なかなか高いでしょう。いいのは、金額的に500万円以下でね、っていうのをちょっとやってみました。これ、楽町っていうね、収益物件7万2千件あるところの、千葉と500万円以下っていうんでね、こうやって調べるとね、結構ね、これは土地でしょ？これはまあ、しょうがない。貸せないとね。で、これは、マンションだけど、かなり古いのと、駅からすごく遠いので、マンションはね、駅から遠いと結構きついですね、私の感覚的に言うと。で、こういうね、36分遠いですね、相当。だとこれ、91年8月だから、これ、新耐震かどうかちょっと分かりませんが、ただ、駐車場がね、2台ぐらい置ければ、戸建てっていうのはね、貸しはそんなに多く出ないみたいなん で利回りちゃんと回ってればね、こういうのはいいと思うんですけども、ただ、自分がね、近くに住んでないとね、加藤さんみたいにね、自分住んでる近くで持たないと、この修理とかね、手配とかね、そういうのがね、大変なんですよ。だから、自分が例えば、千葉に住んでて、その割と30分ぐらいで車で行ける範囲で、それでそこで自分のお抱えの工務店さんとか、お抱えの仲介業者さんとかがゲットできれば、そこを拠点にね、その周りを増やしていくっていうのがいい考えだと思うんですね。これなんかちょっとね、興味ありますよね。どんなのかなっつってね。こうやって見てみますと、6万円で月貸せてんだなっていうので、ね。これだけど、駐車場あんのかな？これが駐車場ですか。駐車場あればね、なんとか。しかもこれオーナーチェンジでしょ？興味はありますけどね。これなんか、マンションでしょ？81年以降だから、新耐震だけど、で、管理もね、これトップとかいうところのやつでしょ。だからこれは安心なんだけど、ね、ずっと持ってたらどうかっていう、売っちゃえばいいんでしょうけども。現金をね、貯めて買う分にはいいかもしれませんね。ただ、戸建ての方が後で、いろいろ応用が効くっていうんでね。これなんかちょっと遠い感じですね、45分。で、これも遠いんでしょうね、バス便ですよね。これはマンションだったね。団地だね、これね。団地って割と管理いいんですよね。50年経ってますけど、コンクリートは50年が一番いいって言うんですけど、ただ、中がどうなってるかね、配管とかね。これ12%で回ってて、これ47分ですね。これ相当、これね、ちょっと面白いなとは思ったんですけども。やっぱり遠いっていうのはね、難しいところですな。みんなすごいですね。遠いですね。これは遠いね。バス便でも遠いしね、みたいな。だから、値段との相談だけども、だから、埼玉の奥の群馬の近い方が、条件に合ってるのかもしれませんね。それでは、これで、北関空港でしょ。で、これを、埼玉って印象でしょ。こうやって見ると、またちょっと違うでしょ。ほら、
熊谷なんてね、人工パートもあって、これでもマンションでしょ。これ91年まだ新しいですね。で歩いて13分。まあやっぱこれも私はね、マンションはね、歩き近いほどいいんですよけど、マンションばっかりですね、これね。マンションばっかり。戸建てないですか。これもマンション。やっぱり戸建てが買える金額じゃないのかな。ね。これだとダメですね、これ。これだと、こうやって戸建てって入れてるのにね。500万ってしたのにね。これか。千葉だよ、これね。千葉じゃダメなんだ。ね。これどう？これ、千葉。なんか使いにくいですね、これね。千葉になっちゃう。やっぱ北関東で500万ってなかなかないのかな。あ、埼玉、これだ。これもこの金額になっちゃう。300万以下。金額を入れるとね、これも全部マンションだ、ほら。ね。戸建てにはちょっと無理なんですね、金額的に。金額的に、埼玉収益でこれを入れて、で、フリーワードで500万円。入れてみると、あ、ゼロ件になっちゃったね。これやめて、これ500万って500万220件、うん、どうかな。戸建てって、あ、戸建て1個出てきた、こういうやつね。行田29件とかね。これが新座市480。これ回り回り回ってるんですね。もうこれ古さはね、しょうがないです。これ48年とかね。これ修理の問題がありますね。これはなかなかまたお抱えの工務店さんに頼まなきゃいけません。でもね、このくらいでやればあるんですね。これは研究するに値しますね。マンションはね、戸建ての方が貸しやすいみたいな話もありますね。これ坂戸市、これ北坂戸から4分でね。これ古いけども、あ、建物中、まあ狭いかな。どうかな、これ5万円で貸せるんですか。貸せてんですね、これね。うわ、これ結構汚れてますけども、あ、これ閉まってますね。でもね、貸せてんのに、正面利回り、貸せた場合ってことなのかな、よくわかりません。この場所ですか、北坂と東武東上線、川越より遠いんですね。でもまあ、そういうことですね。群馬に近いねところ、まあ、熊谷とか、本庄なんてね、これ早稲田のありますけど、こういうところで一回ちょっと探してみるというのも面白いかもしれませんね。はい。てなことで、私もこれ、こういうのを見るのが趣味でね、またちょっといろいろヒントある話をしたいと思います。はい、今日は、北関東を中心に500万以下の物件を検索してみました。収益物件でね。内容が良ければいいねを、そして、チャンネル登録していただきますと、戸建て不動産投資についてのお話もできると思います。それでは。